りました。ビデオオプションダートストッカーレーシングシリーズ第3戦開幕。ご覧のようないつもの汚い連中集まっておりますね。素晴らしいです。そして今回はですね、特別ゲスト、アメリカの事情通ダートオーバルといえばこの方、岡崎健二。ほらこの間ビデオ見てもガッツンガッツンぶつかってんの見て危ないから、アメフト、ジャック・ニコルソンだってこれイージーライダーで被ってんだから。何わけのわかんねえこと言ってんだよ。やめて乗ってくれよ。いや、あんたかぶんないよこれ。俺はいいんだよ、俺は俺置かないんだからこういうの。あ、そう、まあいいや。じゃあとりあえず詳しいでしょこれダートオーバル。ちょっと詳しいよ。アメリカじゃすごいもんね。任しときゃ俺。こんなの大体アメリカで日曜3時でしょ。もう毎日見てた。わかりました。見かけるんだな。すごいことになりそうです。今回も20代以上の参加ということで、じゃあ岡田健二さんよろしくお願いします。やってますね。さあ、それでは第3戦いってみよう。もう一回このまま。紳士的な走りが売りのご覧の常連たちに、これまたダートで対抗しようとやってきた新人および新車を紹介しよう。これ出す人いないでしょ。いくらなんでもメルセデスよ。終わったらナンバーつけたいな。それは無理だよ。初参加のレースに対する意気込みを一言。いや、コンセプトがですね、コンセプト、あのいつもインテリだね。違法行為をしてる人ばっかりだと思ったんで、とりあえずあのこれを見た時にハッとするんじゃないかなと、この間に抜くと連中が。そうです。こんなバカなやつはいないよ。そう。これ今後どうすんのこの車。え、これ壊れたら、うん、ティーカー作っちゃう。またもう一台作るの。この車の一番のポイントは、エアコンが効きます。バカじゃねえかおい。お前ガツキ。え、っていう俺しかいないでしょ勝つの。嘘、ほんと。てかこのレースとかこういうのしか勝てないの。これ大体レース終わった後が楽しみですから、まあせいぜい頑張ってください。終わりまで持てばね、うん、面白いんだけどね。目標は、目標は賞金。賞金、賞金、それ以外にはあとは二人で見つめ合うなよ。またすごすご福岡に車積んで帰るんだよね、かわいそうに。いやいや、今回は持って帰らず置いてくの。あの高速道路のサービスエリアかなんかにも捨てていこうかと思うよ。分かるよこの車。いやいや、バレんようにしときますから。謎の覆面名さん、ミスター X です。水戸から来ました。あ、水戸から。でもどうやらこの辺の面影が俺が知ってる限り、こう飯田明さんに似てるような気がするんです。いやー、土屋圭一に似てるって言われるんだよ。本場那須川路組の予選数学トライで見事フロントローに並んだのが工藤ちゃんとミスター X。 ちなみにポールの工藤ちゃんアリストは日産 SR20 プラス T78 タービンで武装した立派なチューンドカー。腕のなさをどこまでカバーできるのか。いよいよレース形式による予選ヒートレーススタートです。スタート直後、どういうわけかとんでもない角度でコーナーに侵入してきた秀里グロリア。おかげで早速コース上早くも大混乱。トップの工藤ちゃんとミスター X はご覧の通り、わざとじゃなさそうだけどやってます。各車見事なドリフト状態を続ける中、さっきのアクシデントでフロント足回りが万歳。雷パトカーに日頃の恨みをぶつける北新制度。さすがミスター X、 周回遅れの極悪要注意マシンのパスはストレートまで待つ。トップシークレット佐藤、ドリフトにミスってコーナーのイン側に転落。巨大リンカーンも円弧で渋滞発生。
結果ミスター X がイエローフラグのままトップでチェッカー。ところが本人、そんなことより手作りの妨害システムで極悪大二郎に巣をぶっかけ喜んでる。肝心の決勝レース前にもはやボロボロの各社、サースの付け根が折れて超鬼キャンのノムケン、カンパーをつけるセッティングを間違ってきたとでしょうか。そして丸勝井上はすでにダルマストーブ。先ほどのヒートレースによります順位のリバースグリッド、遅い車が前、速い車が後ろから行くということになります。ヒートレースで優勝いたしましたゼッケン100番のミスター X は最高峰からこの決勝レース30分間のレースに挑むことになりました。ゲスト解説はご存知おかけ、ダートレースなんですか、毎日見てましたからね、そればっかりです。この男さあグリーンフラッグ決勝スタート、さあどういったことになるか。まずは1コーナー中南人クリアアウト、ノムケンがスピードアウト、多重クラッシュだ、ミッツ太郎、そして大二郎が大きくクラッシュ。おかげんさん、はい、やはりこんな展開ですね。始まっちゃうとこうなっちゃうんだね、これまた。いやー、これでもノムケンはもうリタイアですね。ノムケンはですね、先ほどのヒートレースからですね、あの左のフロント痛めてたんですよ。始まってますからね。もう完璧にもうダメですね、言うこと聞かないですね。私がなんでこんな格好をしていたか、これを言ってなかったですね。解説するのにこの格好、おい、もうすごいですもんこれね、全然なんで？いや本当はですね、乗るんだったんですけど、うん、秀里の車に、まああれ壊れましてね、ヒートレースで乗らないもんだから、このままここで壊れたんじゃないよ、秀里が壊したの。そう、あいつが壊しましたからね、うん。注目はですね、ヒートレース優勝いたしましたゼッケン100番のですね、飯田明じゃないんです、ミスター X でしょ。ミスター X がですね、どこまで挽回できるか、普段の GT 選手権と全然違いますからね全然違う、これえらい違いですよ、これ意地悪レースですから、はい、ええ、もうね、本当に心配なのは燃えちゃいなければいいなって気がするんですけどもね、うん、再開。あー、このゆっくりとしたフォーメーションが飯田明じゃないミスター X にどこまで影響を及ぼすか。うわ、白煙は井上だぞ、おっ と井上丸勝いった、サイドバイサイド、いや、あれはサイドバイサイドって言うんですか、言わないんでしょうか、あれは単なるもう極悪クラッシュと、極悪はアクセルを緩めません、踏んだまんまで逆に動いて、ついにたまらず井上がとスピー、ダメだ、いやー、極悪同盟の一人丸勝井上社長がスピンによりますイエローフラッグ、すごい煙だ、これは危険だ、これはやばいんじゃない、おい、もうやめた方がいいよ、真っ白だよ、おい、もうツーサイクルなのこの車、いや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 、えアメ車ですからね、ああ、ないか、おーい、ロロライジローが、あーっと、またいだまたいだまたいだ、どこ走ってる、邪魔邪魔邪魔、危ない、もうろくな走りをしないよ、イナダライジロー、あんなの荒くれ者だ、イナダライジロー、はい、おっとクラッシュ、おめっちゃいいかどうだ、ミスター X 終わった、そして69番になるな、ジローが入ってる、ああ、後ろに65番だ、岡本が落ち着いた、ああ、どうしたんだこりゃ、アリストに突っ込んだ、どうなってんだおい、このレースよ、レースをしてくれ、ひどい状態になりました、ミスター X 怒ってる、ミスター X 今何があったんでしょうか、はい、ちょっと巻き戻して見てみましょう、はい、開いて、ボンネットが開いた開いた、あれだ、見えんだろう。見えてないのはあんたの方だろ。
ふざけんなことやろうっつって。本当に。もう意地になって。早く離れなさい。そう。起こしますよ、車。ミスター X やめました。あ、リタイア。いや、優勝候補とされています。ミスター X がここでリタイア。ああ、なんか。これはやばいですね。ちょっと止めて、おそらくボンネットを閉める。あ、閉めてます、閉めてます。はい。あ、でも閉まんないんじゃないですか。アリストが刺さった。あ、刺さった。新車のアリスト、ねえ、くの字になってますよ。あれはもう使い物にならないですね。ご飯なんかこんなの入ってるよ、これ。これ乗務員だね、きっと。これディーラーにクレーム言わんとね、へこんじゃったって。再び大バカ野郎の親父たちのレースが再開となりました。クリフラックで再開、再開。サービーレーシング今井先頭、そこから立ち上がりと立ち上がった、わーたちゃん、これはビーレーシング今井怒ってるぞ、怒ってる怒ってる今井ちゃん、これはもうスシピンダーモリー、あー大ちゃん引いてる、あー大ちゃん来た、左左来た、やばい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 、左来た、消火器消火器、ケセケセ、やばいやばい、大ちゃん炎上、丸焦げになっちゃう、大丈夫か、やばいやばい、さあそして先頭争いも近づいている、やばいぞやばいぞ、詰まり場となってきた、予想通りの炎上出ました、やっぱり予想通り、今日は筋書き通り、はい、全て我々のシナリオ通りです。あとは誰が勝つかというところに絞られています。クリーンなレースが続けられています。初めてこれだけ連続ラップをしている、やっとレースです、やっとレースが始まりました。北原山本、残り時間1分、はい、残り時間1分、残り時間1分を切りました。さあいよいよ残り時間が少ない、 B レーシング今井先頭、2番手ゼッケン25番の北地、3番手に47番の山本ランダム、1分を切っております。どうぞ今井と北原、今井ちゃんがクラッシュ、すごいことになってる、北陣がトップに出た、今のはイエローが出てない、なかったよね、出てない、北陣がトップ、いやいや最終ラップだ、未だにバンパー中バンパーでバトルを切り抜く、さあいよいよチェッカーグラフ、すごいティーモン、リバイト、チェッカーグラフ、すごいティーモン、リバイト、後ろもぐちゃぐちゃ、どうなってんだこれは、リバイがチェッカー、なんだ、あー2番手になんと鈴木スープラー、これはひどい、すごい、すごいことになりました、最終ラップでもさ、ペアのレースだったよね、いや俺結構ね、そのペアでの争いねコーナーでブレーキ踏んでんだよ、岩井ちゃんもしたもん、ね、ないよ、アリストも全滅、今日めちゃめちゃ、もうみんな車ね、次の回ね、新車だぜ、多分今日でもみんなダメだもん、楽しいね。第3戦優勝はホンダに強い B レーシング今井、シリーズポイントもトップ、はい、ということでですね、これ第3戦で本当は今年終了ということだったんですけれども、はい、実はなんと11月末に、はい、またやるんですね、これバカですね、もうバカですね、やるんですね、もう本当にやばい、ね、何か学ばないんですかこれ出てくるんでしょうね、きっとみんなね、なんか身につかないんですかね、でもね、多分ビデオを見た連中は出てこないでしょうねということで今決まりました、第4戦これはチャンピオン決定戦ということで、破格のシリーズ賞金が渡されます。11月末、こうご期待、次は12月7日に変更だよ、みんな見に来てね、ちょっと沈んだだけだ沈んだだけこれ、もうこうなったらこのちゃんもう一台新車でしょ、えアリスト、あれアリスト新車だよね、アリストマニアとしてはさ、
ダメだよ。ダメダメダメ。何その根性ないの。今行っちゃいないよ、バシッと。バシッと。カメラに向かって。カメラに向かって。全員に向かって。全国中のクドちゃんファンに。そう。最高。3、2、1、はい。やっぱりこんなことやめよう。やめた方がいい。きっと。あ、来た来た。新車のアリスト。やっぱ黒がええね。アピカだね、これ。ビデオオークションボリューム52より、車が良ければ全て良し。工藤ちゃんは新車のアリストをいきなり購入して、世間真面目に働くメカニックからかなりの反感を買った。いや、黒は欲しかったのよ。ありがとうございます。ところで、なんかエラになったんだって。おかげさまで所長になりました。ああ、やっぱ2台もアリスト買うと所長になれるの。はい、ありがとうございます。これなんて最近の5は丈夫になったっていうけど、はい、本当？もちろん。でも見てください、5話ですから、どこを叩いても大丈夫です。これが最新の5話ね、はい、この前のちょっと弱かったんだよ。あ、そうですか。ちょっとやっぱ出来たてほやほやダメね。もちろんでございます。これ最新。はい。あ、これぶつかっても大丈夫かな。まあそれなりの事故には対応できます。なるほど。まあ、どのようなことに使われるんですか。え、もうちょっとお金ないもんで。ところでこれもカード使える？カードですか。あ、1回、2回、60回。あ、60回ですか。でも工藤さん、前回の白のアリストの分、まだ滞納されてるんですか。そうだったね、これ、はい、120回だね。前の白いやつ、下取りして取れるかな。え、下取りあるんですか。もちろんですよ、今人気の白ですから、高値で取れますからね。あ、高値で取ってくれるの、はい、なんだ、よかった。大事に保管してあるんだから。なんて言うの、所長ですから。ああ、任せてやってください。タグところでさ、はい、あれなんだけど。え？これですか。いや、泥の上ちょっと走って歪んだの。不動産これ クレーム期間中。所長ですからってわけにはいかないですけどね。ダメ。何に使われたんですか。ダートオーバル。めっちゃいいでかんわ。ダートオーバルに使ったら最高だよ。ピカピカ。社長、いい加減してくださいよ。僕ら徹夜で毎日作業してるんですから、打ちかねないんですからね。ダートめっちゃええでかな。